こんにちは、ポップです。エフェクトチャンネル。1月22日日曜日。今回は週末スペシャルということで、先週の振り返りと今週のトレードポイントについて解説をしてきます。順番はいつも通りドル円相場から始めまして、ユーロ円、フォンド円、5ドル円、そしてドルストレートのユーロドル、フォンドドル、 5ドルベドルの順番で解説をしてきますので、よろしければ最後までご視聴ください。先週1週間を振り返ってみますと、何と言っても水曜日に発表されました。日銀の金融政策決定会合。その後の声明と黒田さんの発言によって乱高下というところ。最終的にはポンドが最も強く、ドル円や5ドルの方はね、レンジ相場気味という1週間でございました。 その大きなポイントでありました日銀の金融政策決定会合でございますが、声明のところでは、今の金融緩和は現状維持ということで、一気に円が売られる円安方向に傾いた形になりましたが、その後の黒田総裁の発言が何ともですね、その日銀声明を否定するような弱気の発言、そういったところがあったところでドル円の方は全戻し、他の通貨も一回円安に触れてから、 円高方向に戻るというところがありましたが、最終的にはドルはレンジの範囲内、そしてポンドやユーロの方はレンジを上抜けするかどうかというね上限まで上がっているという状況でございます。このポンドやユーロ円というところでは高値を抜けていくかというのは、後から説明しますドルストレート。 まあ、こちらがね、どうしても上値、ね、ブレイクしないと難しいという状況でございますので、まあ、クロス円だけではなくてね、ドルストレートも一緒に見ていただければと思います。それではね、1週間の通貨の強弱グラフ、こちらの方をまずは振り返っていただきましょう。こちら、1週間の通貨の強弱グラフでございますが、まあ、なんといってもね、主役は円でございました。この水色の部分でございますが、円の動き。 特にね、日銀の会合の声明の前後でですね、大きくこれは売られた後、そして強くなるというところもありましたが、ちょっとこのあたりが黒田総裁の発言と日銀の声明で上下するというところ。そして最終的にはポンドですね。 ポンドの方は終始、こちらは後半部分から上昇トレンドということで、最も強い通貨ペアがポンドでありまして、円の方が相場をかき乱したというところが、こちらの通貨の強弱グラフでわかるというところでございます。最終的には円が一番弱い、ポンドが一番強いという状況でございましたね。そして、指標といいますかね、日銀の政策決定会合で非常に荒れた1週間でございましたが、来週の予定も見ておきましょう。 はいえー、こちら、来週の予定でございますが、えー、特に大きなイベントというのは、金曜日のアメリカのデフレーターですね、個人消費支出。まあ、これが大きなメインイベントとなりまして、その他はですね、まあ、日銀の議事用紙、まあ、こういったところはね、えー、特に動くことはないかなというところ。 そして、えー、PMI ですね。えー、こちら、重要度が中になっていきますが、まあ、PMI のところで、えー、多少はね、動く形もあるかもしれませんが、基本的には金曜日のデフレーター待ちというところが、えー、こちらのね、一週間の予定でございますので、まあ、今週はですね、えーまあ、ざっくり言いますと、えー、ドルと5ドル円の方はレンジ相場そしてユーロとポンドは上値を試すかどうかというところをね、考えております。 それでは具体的にね、ドル円の方からチャート解説していきたいと思いますので、こちらチャートを拡大していきましょう。先ほど冒頭でもお話ししましたが、日銀の金融政策決定会合、声明直後はですね、緩和の維持という形でございますので、再度円売りということで円安方向に大きく伸びましたが、 その後の黒田総裁の発言によりまして、まあ、それはね、断固として金融緩和というところよりも、ちょっとね、弱々しい姿があったということで、この声明を否定するような動きとなってしまいました。まあ、最終的にはね、えー、日本の CPI とかもですね、えーまあ、非常に物価が上がっているということで、ちょっとね、円売り。 日本のね、まあ、利上げの観測も出てきたということで、少し戻す場面もありましたが、まあ、最終的にはね、129.50、こちらに収束して終わってしまったという状況でございます。この水曜日のね、高値と安値、基本的には今週はこの高値、安値をね、意識していただければと思います。水曜日につけました131.50、日銀生命の後でございますが、ここが強力なレジスタンスライン。 少し前を見ていただきますと、こちらはサポートライン。まあ、ダブルボトム気味にですね、えー、つけているところ。そして、こちらの部分でもサポートが入っているというところから13、131.50。ここの部分が大きくレジスタンスラインとして君臨するだろうと。そして、下の方はですね、128円。ここでしっかりとサポートを受けている。 場合によってはね、50ピプス下の127.50というところも考えることができるかもしれませんが、まあ基本的には128円を見ておく。まあこのようなね、まあ広いですが、350ピプスですかね。こういったところのレンジを意識した方がよろしいかと思います。その中でね、意識されますのが終わり値の129.50。 ここの部分は過去にサポートやレジスタンスも入っておりますし、その前にもですね、しっかりとサポートが入っておりますので、この129.50。ここの部分をまずは意識した週明けというところをね、考えていただければと思います。具体的にはこの129.50。ここでね、まあ、陰線が続いて終わっておりますが、しっかりとこの129.50でサポートが入った場合ですね。これは移動平均線24。 こちらの方もね、傾きが右肩上がりということでございますので、そのサポートを受けながら、120、130.50、この金曜日の高値、ここの部分か、もしくは131.50、ここを目指すような展開になろうかと考えておりますので、しっかりと129.50の上側でサポートが入った場合、これはしっかりとロングを取りつつ、 130.50、えー。これは金曜日の高値か、えー、水曜日の高値131.50。まあ、こういったところのね、上昇トレンドを狙っていくというのが、えー、129.50でのサポートが入った場合の、えー、戦略となります。そして、えー、129.50。これをね、このまま割り込んでしまった場合、えー、これは少し弱気目線で見ていただければと思います。えー、129.50。割り込んだ瞬間に、えー、これはショートを狙うというところではなくて、まあ、しっかりとその後ですね、多少の反発があっても、 129.50の下側で要線から陰線に平均足が転換した場合ですね。こういったところはショートを狙っていく。129.50の上側で陰線要線の平均足が出たところでロングを狙いつつ、ショートに関しては129.50割ってからスタンバイをして、その下側で要線陰線を受けてからショートを取る。こういった時にはですね、移動平均線24、この黄色のラインでございますが、 これが上方向から被せてくるというところもね、えー、該当すると思いますので、まあ、しっかりとね、この129.50、ここをえ中心と見まして、上側でサポートを受けるのか、下側でレジスタンスを受けるのか、まあ、そういったところでね、えー、ご判断いただければと思いますので、皆さんの相場感とともに、一つの意見として参考にしてください,、はい。以上でね、ドル円相場の解説を終わりまして、続きまして、ユーロ円の解説に入っていきましょう。 え、ユーロ円の方もね、日銀の金融政策決定会合で大きく動きましたね。138.50付近から一気に141.50。まあ、ここまで吹き上がったんですが、こちらもね、黒田総裁の発言後に全戻しということでね、まあ少し分かりにくい相場。まあ、その後ね、金曜日も含めてまた元に戻るということで、まあ、どちらかというとね、スタート地点から見ると高値付近で終わった1週間でございまして、まあ、この141.50。 ここのレジスタンスラインを超えていけるかどうかというのがね、一番のポイントになっております。えー、こちらのね、141.50抜けるかどうかというのは、えー、後から説明します、ユーロドルですね。えー、こちらのユーロドルの1.0850。まあ、この上側でですね、サポートを受けるかどうかというところをね、一つサインとして見ていただければと思いますが、まあ、それがね、抜けなければ、レンジ相場を想定。えー、このこの1.0850ロしっかりと抜けてサポートが入れば、 こちらのクロス円の方も141.50。まあ抜けていくだろうという形でございます。まずはね、クロス円というところで、しっかりとレジスタンス、サポートを確認しておきましょう。レジスタンスラインは141.50。今お話ししました通り、こちらの日銀の金融政策決定会合でレジスタンスを食らったところ。まあ、過去にもね、サポートが入っているところ。あとね、こちらレジスタンスも入っているところという形でございますので、まあ141.50意識されるポイントではございますね。 そして、下方向、サポートでございますが、140.0、ラウンドナンバーですね。これは、直近ではね、日銀の金融政策決定会合ではスルーしておりますが、その前にはサポート。こちらもね、サポートが入っている部分でございますので、ラウンドナンバーの140円。これはね、サポートとして意識。その下側は138ですね。200ピプス広がっておりますが、これはね、ことごとくサポートが入っている部分でございますので、この3本の線ですね。 レジスタンスラインの141.50。そして、サポートは140円と138円。まあ、こういったところをね、意識していただければと考えております。まずね、これ上方向に行った場合でございますが、まあ、ドルストレートを見ながらでございますが、141.50。まあ、この付近でですね、要線から陰線になった場合、そして、ドルストレートの方がレンジブレイク失敗した場合ですね。 ここはしっかりと陽線陰線のサインが出たところでショートを狙うというところがね、上方向に行った場合の対処方法かなと思います。ドルストレートが抜けた場合は、こちらのクロス円も抜ける可能性が高いので、141円50銭の上側での陰線陽線ですね。まあこれであれば逆にロングを狙っていくというところでございますが、まあその前にですね、ドルストレートを確認するというところは、えー、しっかりと行っていただければと思います。 そして、下方向に関しましては、サポートライン付近での、えー、こちらはね、サポートが入ったところ、具体的には140円付近まで下がるんですが、その付近での陰線要線が平均足で起きた場合、これはしっかりとロングを取りつつと、とこちらのね、下方向に再度落ちてしまった場合は、ストップロスをかけるというところが必要になろうかと思います。 そして140円をね、割り込んでしまった場合は、ロングを取る場合はね、138円までしっかりと引き付けていただければと思います。もちろんそのね、50ピプス上側の138.50等でもサポートがね、起きる可能性がありますが、まあ、硬いのは138円というところで、ここまで引き付けて陰線から要線に切り替わったところがあれば、しっかりとロングを取っていく。 その前段階としましては、140円、これ割ってしまった場合は、戻りが弱く140円の下側で陽線陰線が起きた場合は、ここはショートを狙いつつ、しっかりとそのね、利益確定やロングを取る場合は、138円まで握る。その時の移動平均線24の形としましては、まあ、上方向からね、 かぶせてくるというところが想定されますので、まあ、この移動平均線の下側での要線因線や、140円の下側での要線因線ですね。まあ、こういったところはショートを狙いつつ、ロングを取る場合、そしてこの、ね、ポジションの利格は138円付近までしっかりと引き付けるというところが、ね、必要になろうかと思いますので、この3本の線ですね、レジスタンスラインの141.50、サポートラインの140と138ですね。 こういったところを参考に移動平均線も交えてですね、皆さんのポジション取りに、えー、<laughs> 失礼しました。活かしていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、以上でね、ユーロ円の解説を終わりまして、続きまして、ポンド円の解説に入っていきましょう、えー。ポンド円でございますが、こちらもね、大きな動きがございました。えー、ただね、一週間を通じて、えー、最もね、強い通貨ペアだったのが、えー、このポンドでございます。 こちらの方もね、3本の線ということで、161円のレジスタンスライン、そして159円のサポートラインですね。あとは156円の最終的なサポートラインということで、まあ、ユーロと同じようにね、こちら3本の線を参照にしていただければと思いますが、ただね、この161円のレジスタンスラインに近いというところで、ここは上値のブレイクを意識したところは考えておかないといけないところでございます。 もちろん、この161円をブレイクするとなりますと、先にですね、ドルストレートのポンドドル、この1.24で接近して終わっておりますが、この上側にブレイクしてサポートを受けた場合は、ドルストレートがね、先にこちらは上値のブレイクという形でございますので、これが見られた後に、ポンドドルですね、ポンド円ですね、ここの161円のブレイクを狙っていくという形になろうかと思います。 ということでね、ドルストレート、ポンドドルを見ながら、ポンド円のところも161円アタックというところを見つつですね。ただ、このドルストレートの方がレジスタンスを食らってしまった場合は、しっかりとここは要線陰線でショートを狙っていくというところでございますが、ただね、こういった場合はもう上値でね、一回三角形の強気の持ち合いが、まあブレイクすれば弾けるというところが、下方向にね、ブレイクしてしまいました。 そして、日銀の会合のところでも、これ、レジスタンスを食らっておりますので、ショートもね、かなり入ってくると思いますので、この161円付近での要線陰線出たとしても、まあ、積極的にね、あの、ショートを狙っていくということは考えなくてもいいかな。ちょっと三角マークをつけましたけどね。まあ、ショートの方は、ここ、上方向に、 えー、ブレイクしてしまったらね、一気に走るところでございますので、まあ、ここのショートはちょっと考えなくてもよろしいかなと思います。まあ、一応参考までにね、えー、ドルストレートが大きく下がった時には狙ってもいいかな程度でございますね。そしてサポートに関しては、まあ中途半端な位置でね、えー、ポジションは取らなくてもいいかなと。まあ落ちるときはポンドでございますんでね、まあ一気に落ちておりますので、まあ真空地帯とも言える159円ぐらいまではしっかりと、えー、待っていく。 159円は過去のレジスタンスサポート。ここの部分はサポートエリア。ここもサポレジが入っているところでございますので、まあ、159円までしっかりと引き付けてからの陰線陽線が平均足で見られてからロングを取るというところ。そして159円割り込んでしまった場合は弱気目線。その下側での陽線陰線が出たところではしっかりとショートを狙っていく。 そして、その下側の156円付近までしっかりとね、利格を伸ばしつつですね、その付近での陰線要線があった場合には、ロングを狙っていくということで、ちょっとね、間が開いている、まあ、ボラティリティの高い相場でございますが、161円のレジスタンスライン。ここの部分はドルストレートを参照に、ロングを狙っていくのか、ショートを狙っていくのか考えつつ、ただショートは積極的には狙わない。そして、落ちた場合には、159円のサポート。 そして159円を割り込んでしまった場合は、その下側でのレジスタンスでショートを狙う。その下側は156円300ピプス空いておりますので、そこまでしっかりと引き付けて、ショートの利格や新たなロングはしっかりと陰線要線が入ったところ。まあ、こういったところでね、大きく3本のサポレジラインを見ながらですね、トレードをしていただければと思いますので、皆さんの相場感とともに参考にしてください。 はい。以上でね、ポンド円の解説を終わりまして、続きまして、5ドル円の解説に入っていきましょう、はいえー。5ドル円でございますが、これはね、どちらかというと、ドル円相場と、えー、似ているというところで、まあ、レンジ相場をね、意識していただけばと考えております。えー、この91.50、ここの部分がレジスタンスラインとして皆さんも見れる、えー、見ることができるんじゃないでしょうか。 日銀の会合のところでレジスタンスを受けたところと、過去にもね、えー、しっかりと戻されてしまっているレジスタンスラインの91.50。下方向は、えー、88円ですね。ちょっとこちらも、えー、350ピップス空いておりますが、えー、こちらの木曜日の安値、ね。そしてその前にもですね、サポレジが入っているということで、まあ、大きく分けますと、えー、88円から91.50。まあ、この、えー、レンジ相場というところでございます。その中にね、えー、起点となるのが、えー、90円のラウンドナンバーでございますね。 まあここの部分は過去にサポート、サポート、サポート、レジスタンスもね、入っていたということで、まあ、90円のところを意識するということで、まず、この90円の上側での陰線要線が起これば、まあ、91.50がマックスでございますが、ロングを取りつつ、利格を狙っていく。そして、この90円を下回った場合ですね、こちらも下回った瞬間にポジションを取るのではなくて、しっかりとその下側での要線陰線、 いわゆるレジスタンスが平均足で見られた場合ですね。まあ、こういったところはショートを狙いつつ、まあ、最大88円。まあ、そこまで待たないでいいと思いますが、えー、そこまでしっかりとショートの利格を引っ張りつつ、えー、こちらの88円付近での陰線要線はロングを1回は狙えるかなというところでございますので、まあ、こちらもね、移動平均線24。こういった部分でしっかりとサポートが入るのか、それともね、90円の下側での レジススタンスになり得るのか、まあ、この移動平均線と平均足の位置関係も確認しながら90円の上側での陰線要線でロングを狙いつつ90円を割り込んでしまってからの要線陰線のレジスタンスでショートを狙うそれぞれ上値は91.50下値は88円を意識して利格も狙っていきつつ、まあ、その逆張りもね1回は考えていただくという形でよろしいかと思いますので参考にしてください 以上でね、クロスエンの4ペア4通貨の解説終わりまして、続きまして、ドルストレート3ペア3通貨の解説に入っていきましょう。えー、ドルストレート、まずはユーロドルでございますが、まあ、上昇トレンド継続中ということで、 まあ、レンジを経てからのブレイクというところ。そしてまたレンジに入っておりますので、えー、この先ほどユーロ円が上値ブレイクするかというのは、このドルストレート、ユーロドルのね、1.085 0まあ、今までちょくちょく抜けておりますが、サポート受けずにですね、レジスタンスを食らいまくっておりますので、え、この上側で、 陰線陽線のサポートを受けたらレンジ、えー、ブレイクという形になりますので、まあ、ここが出ればユーロ円もね、えー、これは上値を追っていけるというところでございますので、まあ、このレンジ相場、どのような動きになっていくのかしっかりと見ていきましょう。よってですね、えー、まず、えー、この1.0850、ちょうど少しばかり抜けて終わっておりますが、この上側でのね、陰線陽線。 これが平均足、1時間足ベースでよろしいかと思いますが、これが現れた時にはしっかりとレンジブレイクということで、ロングを狙っていく。そして、下方向に関しては、まあ、こちらはですね、1.07に引いておりますが、この上段階、上方向、1.0750。まあ、ここの部分でね、レジスタンスも入っておりましたし、まあ、サポートも入っておりましたので、まあ、ここ、下方向にね、抜けてしまった場合は、 まあショートはね、もう高値で、えー、ショートが溜まっておりますので、まあ、ショートの方はやってしまいますと、踏み上げを食らってしまいますので、まあ、ロングを狙うというところに絞り込んでいただきますと、1.0750。まあ、ここの付近まで引き付けての陰線要線、まあ、ここを見た方がよろしいかなと思いますので、ちょっとね、えー、今、高値付近で、 じりじりとショートを貯めておりますので、まあ、ブレイクの方を考えていく。そして、えー、しっかりとね、えー、落ちた時でもロングを狙っていく。ショートの方はね、えー、踏み上げ相場を意識しますと、あまり積極的には狙わなくてもよろしいかなと思いますので、1.0850のブレイクのサインでのロングと、あと、えー、レンジの下方向ですね、1.0750、ここの部分での陰線要線でロングを狙っていく。このような考え方で、ショートは一旦は置いていてもよろしいんじゃないかと思いますので、参考にしてください。 以上でね、ユーロドルの解説終わりまして、続きまして、ポンドドルの解説に入っていきましょう。ポンドドルのところも、じりじりとね、レンジ相場と上昇トレンドのところを繰り返しているというところでね、一、まあ、回レンジ相場から上方向にね、ブレイク。そしてレンジ相場からまた上方向。レンジ相場から上方向ということで、徐々にね、このレンジを切り上げていっているというところが伝わってきます。 そうなればですね、この1.24と1.23ですね。まあ、ここのレンジをブレイクするかどうか。これによってですね、えーポ、ポンド円ですね、クロス円のところも影響してくるということで、一つ、今ね、1.24。このレジスタンスラインを意識していただくことが必要になろうかと思います。よってですね、今、こちらの1.24。上抜けてから一回戻されてしまってますが、しっかりとブレイクという意味では、上抜けてからのその上側での平均足の陰線要線ですね。 まあこういったところでしっかりとブレイクが出てきましたらロングを取っていく。そしてね、えー、クロス円のポンド円のところもしっかりとそこは狙っていくという形がよろしいかと思いますね。そして下方向に関しては、この1.23ですね。100ピプス下側でございますが、サポートも入っていますし、レジスタンスも入っている。 こういうことでね、まあ今上方向で力が溜まっているということでございます。まあショートが溜まっているという形でございますので、まあ、ここではショートは避けておくというところ。踏み上げ相場が怖いというところですね。まあ、そうなればですね、しっかりと落ちてきたところでも引き付けて1.23付近での陰線要線ですね。これが起きたところではレンジ相場の可能性がありますので、しっかりとロングを取っていく。そしてショートは捨ててですね、 1.24の上側での陰線陽線でレンジブレイクでロングを狙っていくというところと、あと、レンジ相場を想定しながら1.23付近での陰線陽線。ここもロングを狙っていく。そして1.23割り込んだところでは、まあ要線陰線のね、レジスタンスが出ればショートを狙っていくというところでございますが、ちょっとね、ここまでは時間がかかると思いますので、まずはね、ロングの2つのパターンを考えつつ、1.23を下回ってからショートを意識する。 このような考え方でよろしいかと思いますので参考にしてください,、はい。以上でね、ポンドドルの解説を終わりまして、最後に5ドルベイドルの解説で締めていきましょう。5、はいえー、ドルベイドルにつきましては、こちらはね、えー、レンジ相場でよろしいかと考えております。えー、一旦ね、この0.7というラウンドナンバーを、えー、水曜日のところでは抜けたんですが、 まあその前にもね、えー、これレジスタンスを食らっておりますので、まあ、そう簡単には抜けないかなということで0.70、まあ、ラウンドナンバーでございます。このレジスタンスラインを、えー、意識するというところと、下方向は0.6850ですね。まあ、その上側で木曜日のところはサポート入っておりますが、まあ、大きく見て0.6850、まあ、この辺りを、ね、しっかりとレジ、えー、サポートラインと見ていただければと思います。 よって、えー、攻めるとこうとしましては0.70、えー。ここの部分ではですね、陽線陰線が出てきたらショートを狙いつつ、下方向は0.6850とは言わずですね。まあ0.69を下回ったところぐらいから陰線陽線が入った場合はロングを狙っていく。まあこのね、えー、レンジ相場での逆張りというのを1回ぐらいは使えるんじゃないか。しかしながらね、上方向だけは注意してください。 0.70で、他のユーロドルやポンドドルが上回った場合は、5ドルベイドルもね、遅れて、ここのレジスタンスライン破ってくる可能性がありますので、まあ、要戦要線が明確に見えればね、ショートを狙ってもいいとは思いますが、ここ0.70上抜けてしまって、その上側での陰線要線が入ってしまった場合は、これはユーロドル、ポンドドルに遅れて5ドルベイドルね、ブレイクするというところがありますので、ここのね、ショートの部分は、ちょっとね、意識していただければと思います。まあ、警戒するという形でしょうかね。 一方ね、下方向の0.6850というのは、最近はね、どうしてもドル安方向でございますので、まあ、サポートが入りやすい。まあ、しっかりと0.6850。その前にもね、少し上側でございますが、サポートが入って、その前にもレジスタンスが入っているという形でございますので、まあ、この0.6850から0.69ですね。このあたりでは、サポートが入りやすいエリアでございますので、しっかりとね、落ちたところでは、陰線要線が現れてからロングを狙っていく。 このようなね、攻め方、考え方でよろしいかと思いますので、参考にしてください。はい、以上でね、今回の先進国通貨7ペア7通貨の解説を以上といたします。えということでねえ、今日は土曜日じゃなくてね、日曜日の解説となりましたが、またね、今後も動画や YouTube ライブやっていきますので、またの動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ポップがお送りしました。残り少ないね、日曜日でございますが、良い週末をお過ごしください。